こんにちは、ブルホスです。ということで、100年目に破産する社長、ブルホス社長をやってまいりたいと思います。桃鉄、おいなあ、お前は動けるようになってるんだけどさ、どうせ俺はまたクリオネクリクリトリトリシュルになってるんだからさ、もう特急カードで長岡キョロ長岡、あれだね、帝京長岡っていうところが有名だったりするよね。さあ、頑張って、急で、はい、陸路から頑張って行ってください。どうせまたお前飛行機飛ぶんだろ。飛んで、飛んで、飛んで、回ってんじゃん。回って、回って。あれ？これさ、どうせ最果てに飛ばされんじゃねえか、これ。近づいてたら。あれ？しかもゴールめちゃめちゃ飛ぶんじゃなかったっけ？物件飛びで行くしかないよね。物件飛びであれ確かな、めちゃめちゃ回るやん。めちゃめちゃ回って、あーなるほど、買い占められるところ行ったってことですね。はい、18億ですね。うん。確かこれ数億しかなかったんじゃなかった。数億しかなかったの、頑張って。はい、売っちゃって、売っちゃって、4億お金がたくさん入ってよかったねー。はい、はい、どうせ俺を飛ばすんだろ？違うわ。誰？でてーん。あー、いいですね、陽気さん。あー、かわすんかい。そして何もできる。はまだ寝てんの？もう寝すぎやって、もう5ヶ月も寝るなよ。腰が痛くなっちゃうって。何、渋沢栄吉、はい、たくさんの企業を作って、東洋坊ですね、日進坊も虚勢しとけって。お前はもともとチンチンなかったわ。おや、まだ歴史の人物は、いち早く歴史の人物ゆかりある獲得してほしいものでございます。俺どうなんだろうな。俺の、てか俺の大久保利通、結局こいつ一回飛ばしただけで終わってんだけど。そろそろ、あ、特製で、あ、よかったね。あなたいつも借金ばっかりだからさ。新幹線車こういう時に手に入りそうなんだよな。残念でした。はい、参加料金は2億8000万でございます。なんだ、1億4000万、俺のいいねの半分じゃねえか。ダッセーな、これ。もっと奪えよ。たかだか1億なんかさ、もう、はした金なんだって、どうせさ、もう今のこの十何年にも入ってきたらさ。結局皆さん順調にね、あの財産どん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 増やしていってるんですよ。違うよ、マイナスにならなきゃいけないんですよ。ということで、星飛びでどうだ？星飛びで今回のおすすめは、27マスか、これよりも近いのが、物件飛び周囲はどうですか？現在173件、1件だけ、はい、1件だけ買えます。生口島、おー、いいですね、ツアーの方行きましょう。ツアーのまでぶっ飛びまーす。物件飛び、そして私は全てを占拠いたします。すごいな、173件もさ、独占することができるんだぜ。もう金持ちじゃん、ビッグファーザーじゃねえかよ。オッケー、いいですね、ツアーのですね、はい、今ビッグファーザーって言ったけどさ、多分みんなの突っ込んだよね、それゴッドファーザーやかなって。クソつまんねえ、こういうの、こういうね、しょうがないことばっかり言ってるからさ、こいつの実況クソつまんねえとか、ほんとこの1分間だけで分かるとかって悪口言われたりとかするんですよ。うん、分かってるよ、俺が言ってることつまんねえ。一人でね、桃鉄やるもんじゃないんだよ、そもそも。一人で桃鉄やるからこういうことになるんですよ。みんなたくさんの方々でね、うおー、すごい話されるザバンビ探せ。たくさんのプレイヤーが、あそこ行ったらいいかな、ここ行ったらいいかな、みたいなことをさ、こうなんかわちゃわちゃやりながらさ、早く選べよとかさ、もう宝くじ行ってこいよとかさ、ナイスですねとかっていう、そういう声がけをさ、なんか4人でわちゃわちゃやりながら楽しむっていうのがこのゲームなのに、そもそも一人で100年もやるっていうこと自体が、もうアホなのよ。バカなのよ。極みなのよ。さあ、リトルデビルやデビルを全部消し去ってくれてありがたいカードでございます。ということなんですけど、とりあえずサイコロでいいかな。トゥル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 5。ワン、ツー、じゃあ、なんでそっち行ったの？サン、シー。あ、ちょっと待ってよ。あ、柳井全部買えんじゃん。じゃあ、こっち行こう。柳井さーん！ユニクロさーん！白壁の街並み。オッケー、ごちそうさまです。ちゃっちゃっちゃちゃーちゃっちゃーちゃっちゃちゃちゃ。でもそうか、カードが今あれだもんね。使わないでカードマスとか止まったりしたらすごいもったいないから、口島行くのに、やった、オグライス。皆さん、ちなみに、コシアン派、粒アン派、どっちですかね。僕はやっぱなんか、歯応えがあるものが結構好きなんで、その豆を、なんだろう。いいな、新幹線収入。はい。は？早速使いますか？で、なんで家にしてもう一回イエスにしたの？バカなの？ね。やったらいいのに。は？シンプルに10億円稼げるカードですか？あー、残念ですね。はい、頑張れ、頑張れ。うん。やっぱり歯応えがある。こしあんはね、確かに下側が滑らかな感じでいいのはあるんですけど、僕は個人的にはやっぱ粒あんが好きっすね。ちょっとザラザラした感じとかね、豆をこう、歯で吸い潰していくっていう感触がこう好きだったりとかするからね。はい。ということで、58億、まあ60億を突破したところなのに、物件を一切買わずに、相変わらずね、しつこくお金、小銭稼ぎをしていくという。
残念無念、また今週っていう感じですね。はい、ということで、いけないんかい、どう頑張ってもいけないんかい、どうしようかな。どうしようか、ここでナイスですね。肉吸っても買う、買い占めろ、浜田、浜田。いや、ここで遠ざかるのはしんどい。ここで遠ざかるのはしんどいから、とりあえず、ここ、よし、買い占めましょう。トゥ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 トさっきというか、あの、あれですよ。2、3年前にね、デストロイされちゃいましたからね、もう一回デストロイをね、取り戻す。さあ、クカス、なんかトピックスはないかな。マイターントピックスはないんだよね。その名の通り、10億円が手に入ったら、まあ、現金を手に入れないと、お前ごとき貧乏人はすぐに金を散財しまうからな。さっきもなんか無駄に8億円とか払ってたからね、カード買うごときに。はい、ということで、期待。もう一回10億円手に入ったらよかったのにね、ウルリン、ウルリン。さあ、頑張って頑張って手に入れてもね、ちなみにあの、前回の決算の時点で、陽気飛散ね、ずっと2位の座をやってたのに、あの、3位にね、陥落してますからね、どんまや。なんか言おうと思ったけど、ちょっとあの、噛んでしまったから、もうちょっとやめた。はい。ということで、ライジン社長でもね、結局こいつも現金だからさ、収益って意味ではあんまり入ってこないんだよね。そこも残念なんだよな。いや、どうしようかな。ここは、特急収益使っとくか。てん。さあ、いけるかな ?13 で。あ、いけますね。しかも、圧倒的豪遊ができますね。買い占めおめでとうございまーす。あれ、でもこの状態だとまたあいつにつくのかよ。雷神。まあ、いっか、雷神が2位になったし、そろそろ雷神ボコボコタイムしないといけないですね。はい。でもな、こいつがまたデストロイとかになったらな、もうな、1回あたりのゴールの額がもう半端ないことになってきたけどな、ありがとうございます。さて、今回の目的地はこちらでーす。太宰府天満宮、俺が近いですね、太宰王さん。さあ、ということで、まとめ買いしましょう。おかえり、父は私のもとに独占なの。さーて、あ、でも福知山って言ったら、そんなにこいつあれか、星と、あ、この野郎、星とどこ行くんだ、どこに飛ぶ気だ。17マスですね。14マスか、14マスしか作るんだったら、まあ確かにね、あの、特急周囲を使うのか、これを使うのかって言ったら微妙なところかもしれない。期待カード手に入れ、あれ買ったんじゃなかったっけ。あ、違う、こいつ金持ってんなぁ。そんなゴリゴリ使っていくのか。特急周遊大好きオタクやん。頑張れ頑張れ。早くしないとまた誰かがゴールして、あなた貧乏神がついたままになるからね。貧乏になっちゃうよ。もっと、なんで離れていくの。なぜ離れるんだ。はい、さよなら。キエーイ。急行周遊と特急周遊とそれぞれがなくなっちゃいました。パトカード。あー、セブの銀次、残念ながらあれですね。さて、じゃあ行きましょう。残り18マスでございますね。18マスだったら、新幹線周遊。あと、ロイヤル EX もそろそろなくなりそうだよ。まあ、いや、近い時はもうあれだな。こっち、13マスで、こっちに向かっていくと、太宰府がそこだから、下関まで行くか、その道中なんか全部買えそうなところ、浜田。そっか、俺、浜田も失ったんだったっけ。これどうしようかな。ここは、ちょっと、今が18マスだよね。これ浜田まで行くと、浜田まで行くと5マス縮んだことになるのか。わ、微妙だな。これだったら下関。いや、もうここも浜田か。お魚市場を買わせてください。お魚センターだった。お魚センターを買わせてください。金あるうちに私は物件を買い漁ります。投資の原則と一緒です。なんか、よくわかんないけど、よくわかんないというか、僕もまた行きだけど、なんかとある先輩が FP の人と相談をしたときに、まあ、貯金額がある、まあ、うん百万円という額を超えてるんだったら、そこを、まあ、一つのデッドラインとして、どんどん投資に回してった方がいいですよって、そういうアドバイスを受けて、僕もね、ああ、確かになって思って、そんなお金をなんか、使いもせず現金で眠らせておいたって、どうせ10年後には、例えば100万円の価値が80万とか70万とかに下がってってしまうんだから、もうそうなるくらいだったらね、こいつ売るぞ、どうせ売れよ、貧乏なんだから。そうね、ちょっとでもね、お金を上げてった方がいいんじゃないかなと、っていうようなことしたら、でも投資をしてもう5年くらい経つけど、やっぱりね、まあ、年収とまではいかないけど、まあ、まあまあな額がやっぱり結構ね、うん、今、プラスになってるから、まあ、そういう意味では、なんか、働かずして、なんか、半年とか、1年近くとかっていうお金が、プラスになってるっていうのは、結構でかいかもしれないよね。うん。よいしょ。だから、そういう意味でも、まあ、この間ね、ほら、なんだっけ、その、投資は、その、自分のお金の、なんか、儲かったとか、損したとかっていう加減だけで考えるんじゃないっすよっていう話をしておきながら、まあ、結局ね、そういうことを言ったりとかするんですけど、やっぱり、投資する一つのそのメリットとしては、そういうところもあったりとかするからね、儲かったとか、儲からなかったとかっていうのも、
まあ、もちろんその投資先の企業を応援するっていう意味ではぜひやった方がいいのかもしれないですけど、うん、あの自分がねやっぱりね生きていく上でね自分のお金もやっぱ蓄えていくっていうことも必要になってくるから、ただ貯金してねあの眠らせておくなんていうのはね結局目減りしていくから、あのどん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 世の中物価高になってて、そう日本が賃金も上がりませんとか物価も上がりませんってなっても海外の物価が上がってくるとそれを買うために日本の方も結局そのあのペイをちゃんとやるために企業側が一つあのなんだろうあの賃金を上げていかざるを得ないから、あ、賃金じゃねえ、あの、物価を上げていかざるを得ないからね、今手に入って一攫千金なくなったんじゃない、あ、キングに、あの、キングにカードなくなるの結構でかいかもしれない。あ、バンクオブリバティカードね。1か5。6、6はどうだ、あ、6ギリいけねえのか。じわじわーとこっちに近づいてきてるやつがいるみたいな。うわー、25% か、まあ、でも独占できるときマシか、まだ。オッケー。5000万、はい。この程度のお金だったら全然いいですよ。はい。5000万なんかも はした金ですよ。はい。すぐ現金でペイできますよ。ペイペイって。ペイペイ。au ペイとかさ、メルペイとかさ、あの、LINE ペイとかいろいろあるけど、みんなどれか好きなの ?4 億7000万、今払った額が。じゃあ、いや、4億700万だった、今。俺も A ボタン押しすぎたな、わけよ。あれ、でもこいつさ、あれ、もうゴールで、最寄りの駅でカード。どういう意味なんだろうね。うん。カード割られすぎて泣きそうなんだろうな、こいつ。オール6。あ、オール6を使う。あー、羨ましいなー。何個開けんの、これ。30個!そうか、4000万だから、こいつ現金だけはマジでどんどん手に入るな。あ、へー、特急そうか、2倍で買ってくるってなってるけど、そうだ、今の、あれ、そうだよね。あの、8000万の2倍だもんな。運賃が上がったからさ。そしてことで、太宰府到着いたしました。太宰府博物館230億か、すげーな。さすがに現金でそこまで持ってないな。多分5、60年目くらいまでになってくると、現金で貯金ってすぐにパリッと手に入るから、それでね、じゃあちょちょいと買いましょうかね。だから、後半の方は、買い占めることができなかった高い土地を、どん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 買い占めていくっていう、そういうノリになるんだろうな。で、残り10年くらいでどん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 持ち金がなくなっていって、最終的には私は貧乏になって、破産して、目的達成というところですね。ということで、新しい目的地はここでーす!宇和島でーす!愛媛みかんが美味しいところでーす!宇和島みかんだったっけ、なんかそういうのが美味しいところとね。なんだよ、太宰府博物館さ、梅が枝持ち屋とさ、ギャップが激しいな。1000万と230億ってどんだけギャップ激しいのに。さあ、頑張れ頑張れ。特急カードで、さあ、どこまで進んでいけるかなぁ。ちゃ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 。下関、さあ、帰るときが。はいら、ウニ丼屋、おいどうも、ウニ丼食べたいでござんす。頑張ったね。陽気さん、頑張ったね。身売りしなさい、身売り。はい、ということで、こっち、あー、じわじわ、なんとか近づいてっているんですが、バテもゴールにたどり着けない、キングに。わー、またイランカード手に入れやがったな。やばい、2億5000万。まあでも、こいつ、今、現金だけは今、めちゃくちゃあるから、そんなに痛くないんだよね。ロイヤル、イエス!テル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 、20マス。全然たどり着くことはできないですね。ちょっと、宇和島がこの辺でしょ?この辺だから、じゃあ、岩国買い占めましょう。お、しかも俺もともと持ってる。あ、じゃあそんなに出費もなくて独占できるんだったら最高ですね。はい、ありがとうございまーす。中国地方は、俺のもの。中国独占、はい。習近平よりも俺の方がね、中国独占しますからね。ごちそうさまです。さあ、じわじわ、急遽州、はー。あー、やだやだ、そんなじわじわと近づくんじゃなくてさ、もう一気にゴイッと行ってしまったらいいのに。はい、残念でした。俺の土地じゃなくなってたんだ、そういえば。1億も持ってないのかよ、こいつ。マジでどうやって生きてんの、日々。ねえ、赤ワインしか飲めないじゃん。十分じゃん。頑張れ。あー、出た。もうお金が欲しくてた。あいつの間にか3月になってる。あれ?なんか、今年、大した、あれだね、動きもなく、もう終わりそうなんだけど。じゃあ特急、14マスか。あんまり遊んでられないな。こいつもなんかじわっと近づいてったよしな。ちょっと待って、思っていた以上にでかい数字が出てびっくりしているが、それでも私はゴールすることができるんですが、そんな遠回りルート誰も思いつかんですよ。あ、ロイヤルエクスなくなっちまった。よくないですね。ナイスですね。で、なんか手に入らないかな。みかんちょうだい。10億ゲット。48億。3連続1番乗り。21億。OK。50億。スペシャルカード。いいですね。ライジン社長、相変わらずのお旅、頑張ってください。すでにキングカードを使って自分で自分の首を絞めてみてください。てか、キングカードがさ、手に入ったらさ、
あの自分にボンビーがついた時にキングにしたらいいんじゃないか。そうだそうだ、そうしよう。キングカード欲しいな。そうなったら体操面、あ、チャコテン、じゃあコテンとかって、それチャコペンや、間違えた。オッケー、じゃあ17年目だっけ、18年目だっけ、ごめん、ちょっとどっちか分からなくした。じゃあちゃ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 、はい、決算発表、決算のヤシャ姫です。18年目ですね。はい、ついに70億を突破いたしました。来年、再来年くらいかなには100億突破できるんじゃないかなと思って、最終的な順位は昨年から657億から797億、どん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 右肩上がりですね。うまく人はどんどんうまくいく人なんですよ。あれ、あ、そうだよね、あの去年からあれだよね。はい、ということで18年目終わることができました。皆さんのおかげです、ありがとうございます。ということで今回のパートは以上とさせていただきます。また次回19年目でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。